組紐組大組紐とは、日本伝統の工芸品で主に細い絹糸、と、または面子を組み上げた紐。編み物や織物と同じくテキスタイル技術の一種で、組物に分類される。四角い、角打ち紐とリボン状に平たい、平打ち紐と丸い、丸打ち紐の三種類に大きく分けられる。日本には、仏教の伝来により、仏具、仏典、 巻物の付属品の飾り紐としてトライした。奈良時代には細い色糸による組体などの男女の礼服として普及。鎌倉時代には武具の一部、安土桃山時代には茶道具の飾り紐として使われた。この時代には豊臣秀吉が美術工芸を奨励したことから組紐を職業とするものが現れた。現在でも東京、京都、 伊賀などでは伝統的に組紐行が盛んである。江戸時代頃までには、東組台、内気台、高台、丸台、角台、三角台などの様々な組台が作られ、より美しい色彩や模様も考案された。男性中心の武家社会に浸透した、真田紐と並び、武具や刀剣の飾り等に盛んに用いられ、武士たちの美的センスと、 だて男ぶりを示すアイテムの一つとされた。江戸末期の文化年間には女性の装いの帯締めとしての用途にも使われるようになった。帯締めの他により細く組まれた三分紐などがある。これらの組紐は熟練の職人による一点物の手の工芸品だったが、1882年、ドイツのバーメンから工業用の組紐製造機が輸入され、 組紐業が産業として成立するようになった。明治の配当令以降、刀剣の飾りとしての需要はなくなったが、帯締めの用途を中心に和服の送信具として定着した。しかし近代化に伴い着物離れ、安価な機械性や海外製の組紐の台頭により、非常に手間暇のかかる組台を使用した組紐は、他の伝統産業と同じく熟練の組手の高齢化。 担い手不足。また、組紐を製作する上で欠かせない組台や、その他の道具が作れる職人も、同様の理由で減少し、徐々に衰退している。現代では、伝統工芸と西洋文化の融合が図られる事例もあり、アメリカのスポーツブランドナイキは、スポーツシューズのストリングの紐に、伝統的な平打ちの組紐を採用した。この話を受けた。 京都の老舗組紐店は伝統の維持と前例のないことからこの話を一度は断るが、後に承諾。画期的なシューズは2001年に発売された。ありがとうございます。